通常のポニーテールにワンポイント加えただけでこんなにおしゃれに変身します。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は通常のポニーテールにワンポイント加えただけでこんなにおしゃれに決まるヘアアレンジのご紹介です。皆さんね、ポニーテールやられる方結構多いかなと思うんですけど、プラスしてね、ゴムだったりヘアアクセだったりとかピンだったりとか使って華やかにね、おしゃれにこう作っていくと思うんですけど、今回は結んだもうポニーテール、この状態でワン工程加えただけでね、こんな感じでおしゃれになります。なので、まあ普通にポニーテールしたけど、ちょっとね、今からちょっと出かけるだったりとか、誰かと会うから少しね、雰囲気変えたいなっていう時に使えるアレンジになってますので、ぜひね、皆さんこれは覚えておいてください。それでは動画をどうぞ。で、まずポニーテールを作っていきます。まとめる時に、しっかりとね、ブラシで溶かしながらまとめてあげると綺麗になりますんで、なるべくね、ブラシを使うようにしてください。で、まとめる位置は、まあ大体耳と襟足の間ぐらいのこの辺りぐらいでまとめて、ゴムで結んでいきます。こんな感じで。これだと、まあ通常のポニーテールっていう感じで、で、ここからもうワンポイントプラスでおしゃれにしていきます。じゃあ次にこの襟足の下の部分あると思うんですけど、ここをだいたいそうですね、2センチぐらい、まあ指1本分ぐらいの部分で横に空洞を開けます。こんな感じで。で、ちょっと髪の毛の多い方はもしかしてやりづらいかもしれないですけど、でここでくるりんぱをしていきます。なので横に向かって少しね、このゴムの部分をずらしながらこんな感じでくるりんぱしていきます。で、このままギュッと縛るとちょっとおしゃれに、この辺がちょっとゴム隠しっぽくなります。で、この部分、隠れた部分を少しほぐしてちょっとね、ルーズ感を出していきます。で、その時にね、横にこう広げるようにやってあげるとおしゃれになるかなと思うので、ちょっとね、こんな感じで広げてみてください。横から見るとこんな感じで、まあ最後にこの辺の部分だったりとかペタッとされてる方も多いかなと思うので、少しね、丸みをつけるような感じ、頭のこの丸みをつけるような感じで少しだけ広げてあげる。こんな感じですね。で、バランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介しました。めちゃくちゃ可愛くないですか？これ僕、これ編み出した時ちょっとびっくりしてテンション上がっちゃったんですけど、お客様でやってて、お客様の動画で撮ればよかったかなと思うんですけど、まあね、まあウィッグでやってもね、結構簡単にできるかなと思って今回ご紹介させていただきました。ポイントとしてはね、下のこの部分を、まあ指1本分ぐらいで、取って、そこにくるりんぱをして通すだけ。そうすると、ゴム隠しみたいな感じで髪の毛がね、うまいこと出てきてくれます。で、ちょっとほぐしてあげてバランスを整えるだけでこんなにおしゃれに決まりますので、ぜひね、このアレンジは皆さん覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。